ミニゴルフ対決始まるよ。今日は日比谷にあるドライビングレッジ日比谷でイベントをやっています。どんどん声かけてください。今日はよろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。何ヤード目標、はい、200、あと4ヤードいやでもあんなに軽くてね。これじゃない、こっちの方がいいな。なんか私服はなんかピンクっぽいのが多いから。そうなんですよ。これかわいいよね。かわいい。私まだ1着しか持ってないんですよ。初めて半年なので、これで気に入ったら買っちゃうかもしれないと思って。普段ピンクが迷彩です。うーん、また違った感じのお手元に持たれてますね。大人になろうと思います。おなんかまた雰囲気が違います。バッチリです。いい感じ。大丈夫ですか？バッチリ。また雰囲気が、その斜めが効いてますね。楽しいです。もうやり終わったんで満足しました。はい、やばい、初特攻なんですけど、できました。はい、今日はですね、少しなんですけどケータリングを、準備させていただきました。内容はこちらです。ちょっとね、だいぶ皆さん召し上がったこの後なんですけども、結構皆さん食べてもらったみたいな、ちょっと残り少ないですけど紹介させていただきました。では結果発表、第1位いきます。この方です。ドン。本当にこう職場が近いっていうだけで、こうなんかこう酔っ払ったまま応募したら当たっちゃったっていう。レッドレーベルはなかなかこうお値段的に手が出なくて、ね、なかなか買ったことなかったんですけど、やっぱり着てみたらすごく良くて、はい、ちょっとそのセットを買おうかなと思います。ダダン、おめでとうございます。カウェイ、まあ、憧れブランドではなかなか自分では手が出ないんですけど、すごい今日見たら可愛かったので、ぜひ欲しいなと思いました。ありがとうございました。第3位のチーム、前に出てきてください。第3位 J チーム。第2位 B チーム。コーディネートで挽回したチームでございます。栄えある第1位、得点16ポイント、1ポイント差です。1ポイント差で接戦でした。 I チーム、281ヤード飛ばされました。じゅんちゃんが助っ人で入ったとこです。はい、でもね、280ヤードすごいですよね。3人の合計がなんと666ヤード、ぶっちぎりです。はい、キャロウェイさんのウェア実際着てみて選んでみて、あ、これ欲しいなって思った方いらっしゃると思うんですけど、まあ、10% オフ入っております。やっぱりおしゃれゴルファーとしては5点以上ですかね。やっぱり上下ね、そう、上下5点ぐらいはこうつけてね、で欲しいなと思います。以上です。ありがとうございます。皆さん今日来ていただいてありがとうございました。で、協力してくれたゴルフゾーンの方々、キャラウェイの方々、ありがとうございました。
あのこれを機にあの皆さん練習でもぜひゴルフゾーン使っていただいたり、あのアパレル買う際はキャロウェイ店舗に足を運んでほしいなと思います。手はどうする？手はあのクラブを握る体勢で最後ね、何しろみたいな、そうそう、何しろみたいな感じでいきますよ。皆さん隣のこと殴らないように、はい、いきます、せーの、よー、ご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。